アンパンがあります。実はこれも七輪君で温め直しをしますよ。まず七輪君にスイッチを入れて、しっかり強火で網を温めます。ヒーターが十分に赤くなりましたら、温度を中火に落とします。先ほどのあんパン、冷たくなってますね。このあんパンをのせて温めるんです。中のあんこまでほかほか、表面はパリッパリ、そんなおいしいあんパンに仕上がりますよ。はい、少し温まりましたらひっくり返します。ほら、もうご覧の通り焼け目がついてますよ。遠赤外線だから中までしっかり温まります。はい、こうして何度か裏表ひっくり返します。先ほど冷たかったあんパンもだんだん温かくなり、少し心持ち、あんパンが大きくなって膨れているのが分かりますでしょうか。はい、もう十分に温まりましたね。焼く前のあんパンと、焼いた後のあんパン、後で大きさを比べてみます。焼く前と焼いた後、ほんのり焦げ目がついているのが、今温め直しをしたあんパンです。先ほどのあんパンを割ってみます。パリパリと音するの分かりますでしょうか。湯気が上がっているの分かりますでしょうか。ほら、ご覧の状態です。まずいただいてみます。中のあんこまでしっかり温まってますよ。これがあんパンの温め直しの力でした。ぜひお試しください。サクッとして中のあんこまで熱々で美味しいですよ。